ボールを相手のゴールにシュート。はい、皆さんおはこんばんちは。ゆっくり霊夢よ、マリサだぜ。開幕ダノンミラーか。おじおじ成分を増していこうと思って。あかん、やられてるよ。やられてんのお前かよ。開幕突破するどころか逆にされてしまったわ。だがそう、ガノンミラーは常にバースト隊なのよ。通り一体ってお前よく言ってたもんな。そう、その通り。オジミラーにおいてストックの一つやった使わらないんだよな。あぶねえな。けど相変わらず押されてるわね。もう一言二言喋ったら試合終わってそうだなこれ。何を言うかこのバカチン。あーダメだってそれ。置いてきたクエヌに横須まで分断できるかと思ったけどダメだったわね。あう、お相手さん一瞬魔人剣構えてたぞ。まあそれについては触れないでおきましょう。あかん、あぶねえ。さっきのクエヌとかも2発。だからなお前、やっちまったぜ。そんなぶっぱできるほど余裕じゃないだろうが。このカウンター下スマホんと強い。まあまあ、あと式その場回避ぶっぱマンに下スマが程よく当たるのが気持ちがいい。せー、別客から下スマに繋げるやつ初めて見たわ。あ、チャンス。お前らなぁ、崖外になるとどうしても動きが似通るのは仕方のないことよ。と思っていたの。またかよそのくだり。結局負けるんかい。最後のドラオジは悪くなかったと思うんだけどね。だからあの状態でぶっ放す技じゃないっつってんだよ。完全に今の計られたわ。ボールで駆け上がりのタイミング誘い出すんだな。これは上手い人ね。あぶねえ、上手いピットでボールがどう飛んでくるのかわからないから怖い。安定の2発でシールドブレイク。ドラオジ後にガードを張るのは自殺行為なんだよな。あかん、たまたまブレイクできたから良かったものの。まずい、この人普通に上手いぞ。しかも SP から6にピットレの経験ないだろお前。確かに。せーの。だが対策を6に積んでなくてもぶち壊せるんだよな。2戦目以降絶対勝てないだろお前。さあ続いても殴り合っていくわよ。ていうか、前は剣だらけだったけど最近竜もまた増えてきたよな。チチチチ。ほら、まあせこいのに変わりないから特に興味ないわね。まあマシになった方だろ。理由はわからんけど。ほら、うまい言う、これがうまいからな。それね、うかつに突っ込んでもさっきみたいに離されてしまうぜ。もう一発が当たらない。もう昇竜拳食らうと死んでしまうぞ。奴の肘とつま先には最大限気をつけるわ。あかん、せー、これはチャンスだぜ。ほら、惜しい。今のはナックルじゃなくてクエヌだったな。まあそれで帰ってこれればいい。いつもの光景。なんの、ほら、怒りの魔王レッズが発動する。やったぜ。これはナイス巻き返し。さあ完全なゴブ、お前もエネルギー弾なんか飛ばさずに拳で語り合いよう。お前も剣持ちは始めただろうが。あ、仕方ない、許してやりましょう。なんで上から目線なんだよ。まずい。ダメージ先行されてるけどな。いつものことだから気にしない。そして意外に伸びる下スマ、強いなこれ。ほんといつ倒すか倒されるのかもわからんなお前は。最小限の手数で仕留める魔王の極み。じゃあ、開幕突っ込まれるのはあるある。初手手榴弾か飛び込みの2択迫るのやめてください。いたたたたた。25ラーぐらいのダメージだぜ。火力がでかすぎるんだよな。ってお前外してんじゃねえよ。煉獄悪魔列鬼脚ぐらい飛距離ください。じわじわ攻められてるな。近距離もきっちりカバーしてるのよねこの蛇。まあそらなぁ。あかん、面倒くさくなった時に列鬼脚ぶっ放す癖なおねえ。ずーっと気をつけてるんだけど油断したらすぐ発動してるのよねー。いつまでこじらせてんだよ。あぶねえ。スネークの横強は4フレームで飛んでくるからな。そしてお手本のようにリモコンミサイルを食らうおじさん。そして悲しいかな、魔王の攻撃ではどう頑張ってもその4フレームには勝てないのよ。弱攻撃でも 1.5 倍ぐらい遅いからな。その上スマは隙だらけよ。おらやったぜ。相手のミスに乗じてワンストック奪ったぜ。一瞬の隙で確実にストック奪える強み本当に美味しい。それはあるよな。じゃあ、またミサイル飛んでくるぜ。あぶねえ、割と今も間一発だったおじさん。一発入れて、お。ガノンビア、これは綺麗。魔王の一撃を受けながらサイファーに掴めるわけないんだよな。おかあびーちゃんか。悪いわね、その風船体おじさんの剣で真っ二つにしてくれよ。痛い、分かりきった空下ミスミス当たってんじゃねえよ。ガードが漏れちゃいました。あかん、連続でやられすぎな。じょ、まさかのアイテム戦だったわ。カービィちゃんでアイテムはお子様のイメージがあるんだが、しっかりコンボ。やったぜ、これはチャンス。ほら
えぐい。自分と同じぐらいの拳で殴られちゃあひとたまりもないでしょうね。くらえ、チャンスだぜ。あ、おい、今の普通にプーエでよかっただろうが。巨大化したオジソードで引導を渡したかったわ。普通サイズでいけました。まあさっきの上妻も地味に惜しかったけどな。体格も合わさって剣のリーチがヤバすぎる。あとよく見たら上品の半分ぐらいカバーできてんだよな。これ相手を崖に詰めれば上妻で全てを叩き潰せるわけね。確かに。よこせ。あ、取られたな。なんの半端な光線など足でかき消すまでよ。ナイス回避。へへん、こんなもの。まあ結局食らってるけどな。古尺なピンクボールめ。真のアイテム使いはどちらか思い知らせてやるわ。アイテムの前に魔王じゃんけんしっかりしろ。それは普通にミスった。ほらー、霊眼に対して強引に突破できるのはでかいな。やったぜ。その横強ほんと便利だよな。真横に鋭く飛ばすから本当に心強っ。やり返されてて笑う。なんていうタイミングで緑甲羅が挟んでくるのよ。スーパースコープゲット。まあしゃがまれたら当たらないわな。このもう一回当ててみるわ。あ、やめとこ。ほらそのまま殴った方が早いな。ゴムゲット。どこ投げてんだよ。しまった。そういえば爆発する距離が長くなってるのね。なんならそのまま下に投げるのも手だぜ。相変わらずしゃがまれたら当たらないの。どうにかしてください。ほらー、それ持ってる間は近接戦ができまい。トゲゾウ以外に待ってくるから注意しろよ。今でしょ。あかん。おい。じゃあ、す。まあまだダメージ的に大丈夫だな。ほらー、安定の援護クアップと。それはあかん。ガノンビア、いつの間に盾持ってたんだよ。トゲゾウで吹っ飛ばされる直前に盾をくすめるという、まあ、盗賊ならではの高等プレイ。緑甲羅にしろタイミングが良すぎるだろ。砂漠のも盗賊ならではの勝利なんだよな。こうちょいちょい盗賊設定活かしてくるのほんと腹立つ。さあ続いて、おかわり対戦か。まあこの人とは面白いアイテム戦ができそうだし、もう一度することにするわ。一度に会ってからの、期待、ファイナルカッターの壁を張られるの。タイミングが合うと叶わないのよねー。霊眼ゲット。まあちょっとリーチあるキャラだったら普通に負けるけどな。悲しいかな。武器判定にはスマッシュにしか勝てないのよ。あ、アシストフィグアー。あ、取られた。あかん、悪い意地が出てきたぜ。これでも食らえ。足止めにはなったが。あー、やめろ。おじさんを踏みつけるんじゃない。あと地味にダメージでかいな。そして2個目のフィグアを取られる始末。これはさすがにきつい。あー、やめろ。これはきついな。一旦崖に逃げるわ。それがいいと思っ。どうすんだこの状況。魔王白神の裏剣でヒョロヒゲは撃破。まあそれでもない。ダノンビア、毎回一発で強じり合わせるのやめろ。けだーからなんで相手ばっかりアイテムが来るのよ。さっき倒したからパーツはまだ一個だけだけどな。痛い。まあこれぐらい軽いもんだぜ。その距離で列着はあかんって。だからパーツも2個目だな。アシスト軍団はドヤオジでなんとか合わせたけど。やったぜ、1個ゲット。まあ続いてドラグーンにものならたまらないよな。ほんとそれ。普通に攻め。あ、今のゲンコツ当たっただろ。いい加減にしろ。惜しかったな。ほらー、なんの。ここから2個やつから奪って、ドラグーンでラストワンストック奪って晴れたる勝利よ。お2個目がこぼれたぜ。よし、以上。いい加減にしろよ、ほんと。で、3回目はあるカードか。どんな攻撃してくるかわかんないんだけど。まあ俊敏な動きからドラグランできそうだけどな。まずい、見るからに強そうだしなこいつ。これほどハンデを背負わされるのも強者の定めか。何言ってんだお前。きつすぎる。で、おい、3つ目のパー、え。いや、落ち着け、まだ諦めるな。は、これはも、モンスターボール。今のおじさんの体力はもう限界。これはかけるしかねえぜ。お前が来世の私の力になってくれまあいいかか。まあ転ばせてワンチャンドラオジがハマるかもしれないし。これぐらいじゃうまく狙わないと無理だな。なんということでしょう。ほらー、あ、直接当てると上に飛ぶぜ。下に投げてひるませるべきだったわね。そうだな。痛い痛い。あ、モンスターボールだぜ。させるか。モンスターボールは私のものよ。さあ2匹目はボッコだぜ。見た目に反してポケモンが可愛すぎる。ボッコ押してんじゃねえよ。けどボッコとおじさんの絆の連携プレイ見せてやるわ。ほらー、おデルネアスだぜ。力が溢れる。これはチャンスだぜ。早く降りてこよう。まあそら時間稼ぎするわな。ほらせー、吹っ飛びが強すぎて笑う。散々受けた仕打ち、何倍にして返してやるわよ。せーの、あー、すいません。
ガノンディア、これは完璧だわ。ポケモントレーナーとしての才能が開花したおじさん。ほんと微妙なところが器用だよなこいつ。それじゃあ今回はこれで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。ああ、ユダチのアイテム戦もやると楽しいわね。そういえば前はモンスターボールだけのロゼッタとかいたけど最近見ないな。あれひどかったからね。アプデで当たらなくなったんじゃない？それはナイス変更だぜ。